知レトコ沖で観光船が沈没した事故で、今日も海底に潜水士が潜って船の捜索などを行っています。中継です。ウトロ旅行にはそよ風が吹いています。波も静かです。こうした比較的穏やかな天候の中、海の上では3人の潜水士を乗せた船、海進による活動が続いています。潜水士は今朝 船が沈む深さ120メートルほどの海底に向けて水中エレベーターで降りていきましたえそして午前8時ごろから活動を始め今日も船の中に人が取り残されていないかを確認しているほか船の引き上げに向けた調査を行っています水中での活動は午後1時ごろまで続けられる予定ですえまた、昨日、くなしり島の西岸で遺体が見つかったとロシア側から日本側に連絡があり 海保などが情報収集を進めていまえ今日も海保の巡視船などが、倉尻島の周辺の海域も含め、捜索を行っていますが、新たな手がかりは見つかっていません。